sind نجوم.
やりかまの怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元やりかまは危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこのありさまで。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのはやりかまの怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども、公は志村の勢いを妬めり。事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より功を滅ぼせり。末後の意地で時より功苔の下よりよみがえり、志村を討たんと期す。いまだ元槍川の社には時より功への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より功の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては
槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。酒井様、何かご用ですか。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。訳を聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。怨霊に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助け、なぜ怨霊に頼るのだ。馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜ。この者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い、近い。
長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。飲みの寝床ではないか。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。社に備えられていたものだ。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁、金剛の庭に招き入れ死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。かけろ影。酒井様、金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。雅子様にお会いしたこともあるけど怒らせる。怨霊がかけていきました。姿を見たのか。行き先は。金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。見極めておる。これで終わりだ。
お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。ん？この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった？あいつら戻ってくる。早く縄をほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠衆から盗んだ。酒井様、もうこの気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ、信じ。当てにはならんな。そやつと逃げろ。ネギを発信だ。出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願いだって。交渉ですから。
思ったら。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな、万事うまくいったのに。モーコもスゲガサシロも死んで、おしんは手に入った。これで槍川のルミも喜んでくれるってすんの。あなたがいなければどうなってたことか。安全なところへ。抜かるでないぞ。これをお受け取りください。
止まれ浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。麦御前です。
ウムギ谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろ。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことずかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。どうにかなるさ。俺んちはここだ。入りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。浪人が何用だ。あ、これはこれは。なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。心なしか泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。魚が恋しくてたまらないな。違うよ。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。
クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。しれものめ。さあどうぞ見ていってくださいよ。モーコは何頭の馬を船に乗せてきたんだろうな。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だったろうな。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。クメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。俺もそう思う。安則はあまり飢えてないよな。役立つものばかりです。もしお侍、こちらへ。その娘を知っております。まことか。はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありましたか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。襲われたのだ。
身を移し、茜の野にて神聖し、文殊の加護で安くありけり。よし、影。龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。もう誰も信じられないね。何も知らない顔して賊とつるむなんて恥知らずだよ。貧しい哀れな女子に見えたんだ。男が近くに来た時にはもう手を下す。聞かれちまう。お侍様、お力をお貸しください。沼中の宿、クメがおるはず。
何の？まだ死にたくない。何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。Thank you.
侍様、何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。守備は。はい、お伝えします。ウムギ谷でゴロを見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。こうしてみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い船頭は得難いからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸岳砦、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。良いな酒井。
猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。気を逃すな、足を渡すぞ。参りましょう、叔父上。豪の者から狙え。門から新手が来ます。すぐに撃ち取れ。上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急に隠れて。少々少々、この門を抜けねば。よし、坂井続け。おっしゃ、騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。どうぞ。足を止めるな。切り捨てて進め。
教えた甲斐があったわ。見上げた状態ではないか。使ったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。打ち続けろ。そのまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがいい。ユナに会い、近江村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。
くれぐれも用心しろ。お侍様、お力をお貸しください。
さ。こっちだ、来い。政子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。政子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したい者がおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。鵜麦で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ手びりに来るんだろうな。
足が水浸しだ。まったくひどい道だな。家族の仇は撃ったぞ。足立のジジイもその一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の千倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃないんだ。すっ、うん、足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。上がってやる。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。もう酒が一滴も見つからねえや。かと思えばアキュードが猛虎に酒を売りさばいてるらしい。マサコ殿を探そう。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。そいつとはどこで会う。浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来も連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生が。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹渡を引き抜いてやる。抑えて。近すぎるぞ。
一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金は？ここにある。おのれ、私の獲物を。死んでる。殺させるか。死におったぞ。文があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。文だ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見てこい。聞いたことあるか。あの盲目の方針、いつも新しいお話を聞かせてくださる。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎となり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。
知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。鮮やかにいたしましょう。ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で止まっております。案内を。その目事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか？嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ？3度。どうやってその肉屋と知り合った？以前島見れ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。しまみれとやらはどうなった？それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、しまみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。
カイ様、早く助けに来てください。何をのんびりしてるの、早く来て。ご賞ですから。ああ、まだ死にたくない。ヤマト、開けるんだ。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千亡きことに命を落とすのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。あ、そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。ユナ、槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか。いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。何のご用で。助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。
騎士、どこにいるんだい。ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす気かい。せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと。ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった。イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう。イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、泰造の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もう嫌だ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカと私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。
首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。チュハロ、調べろ。よう中止はだった。お前飲みすぎたんじゃないか。国に落ちよ。この首もらうぞ。残り二人か。殺さないで。どうか故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。抑えれば物資を。テントへ。時期に分かる。これまでの罪の報いだ。あと一人だ。手早く働き。もう子供が腹を鳴らして待ってるんだぞ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃ。シズって呼んだ覚えてる。あいつの骨は取りにくいね。だがあれだけの肉は誰の腹の中に行ったんだろうな。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。こやつで最後。ユナの元へ戻るとするか。
終わったの？下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけぬ。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの八重があるんだ。そこで会おう。酒井様、その説はどうも。シノ、無事に着いたのだな。事なき道中でした。妖怪とは無縁の。今手当ての方法を教わっているんです。父君も喜ぶぞ。酒井様、乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、
皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は？海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな、死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀もなぎなたも間もなく野営です。万兵です。倒しましょう。参る。歩こう。宇宙奥ウーカー。まず野営を見渡したい。あの蔵は方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し筒。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。
ノリオ、やったな。もうこの注意がそれるぞ。あなたはどなたです？仲間だ、逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません、私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか、方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。他の層は一緒なのか？みんな死んだ、私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。
んなよ。待たせてしまったな。ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかお受け取りください。ここへ。
けるのか。座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。年が明けるのを待たずして我々の心霊を待たせるか。